試合シーデルタ Z ちゃんです。はい、今日はですね BMSG フェス2024の当落発表でございます。はい、私 BE:FIRST のファンクラブに入りまして、先行予約ね受付しております。その抽選結果が今日メールの方届いておりますので、そちらを見ていきたい。何を隠そう、私 Z ちゃんの分を申し込んでおります。ありがとうございます。ウェイウェイ。どこでやるんですか。待って、さっき僕ここ撮ってたんですけど、ちょっとポチリ忘れてたんで、もう一回同じこと聞きますけど、どこでやったんですか。どこでやるんですか。じゃあ 何県でやるんですか。何府、何都、何県、都道府県、どこの県でやるの。東京都。そうなんですね、皆さん。違うんですか。東京の方に行かれるそうでございます。当日の埼玉の方、当日行か行っていただきましょう。もう行っていただきましょう。おい、そうじゃねえよ。で、というわけでね、どんどんこれあんまりねパワハラしてるとね、こう僕の相変わらずの好感度が下がっていく一方ね、いじめないで Z ちゃんをということになりますので、では BMSG アーティストの方一人残らず言ってもらってもいいですかね。またこういうことをしていると、いじめじゃないかとね、おじさんによるパワハラじゃないかとい う非難の声が殺到しますので、この辺にしておきましょう。まあ、まず BMS フェスに受かってたら多分ね、またミッションね半分ぐらいまで見てるかな、多分な。多分、うん、そっからもうまた多分マーゼルにねハマりそうな予感がするって彼女も言ってましたので、うん、まあマーゼルもハマっちゃうだろう。そして他のねアーティストもかっこいい人いっぱいいますから、うん、また勉強してもらいましょう。そんなことよりまずは受かってるかどうかよ。はい、4日間私申し込んだ。あれ2日間だったっけ。あ、2日間だわ。2日間の4公演応募します私。おう、どれかに当たる。いや、当たるかどうかわかんない。とりあえず4つ応募したので、うん、まあ去年僕は、落選してますので、今年はまあ公演も多いことだからいけるかもしれないけども、逆に言うとまあ他 の BMS アーティストめちゃくちゃ人気で出てますんで、枠が広がったといえども人気も増えてますので、争奪戦になることは間違いないかなと思っております。さあメールの方見ていきますか。はい。全然ドキドキしてないでしょ。ドキドキしてますよ。これマジだって BMSG フェスってマジ男だから、うん、全アーティスト見れるから、うん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 、しかもその日しか見れないこの、うん、そう全アーティスト集めて曲やるからね毎年、うん、今回は3チーム作ってますから BMSG で3チーム、しかもトレーニーがね増えてますから、トレーニーも出ますからね、はい、これやばいんですよ。はい、じゃあトレーニー誰か行ってください。1人なんか見たの、なんか白石さんの X を。僕の X 勝手に見ないでください。なんでですか。世界に発信してるんだから。 Z ちゃん以外に発信してるわけですからね。ひどい。さあ行きましょう。はいはい、届いてますね。ここローチケ抽選結果のお知らせ、18時5分、先ほど届いてますね。2時間ほど前に届いておりますが、行きます。これは1枚ずつ抽選。いや、もうパッてやったら分かると思う。あ、さあ行きますよ。せーの、ポチリンコ。え、待って待って、この度は抽選にお申し込みいただきありがとうございました。先般お申し込みいただきましたチケットにつきまして厳選なる抽選を行った結果、残念ながら今回はチケットをご用意することができませんでした。え、全部。うん、全部だね。あ、ここ、あ、なんか何個かある。ああ、待って、もう一個も落ちてる。なんか4つ見えたけんさ、これも落ちてる。3個落ちました。あと1個、あと1個。もう一回いくよ、はいはい、1枚目ダメだったろ、はいはいはい、厳正なる審査ダメ、はい、でも18時何分に全部この3通は17時25分に来てんのよ。見て見て、全部17時25分に来てんじゃん、うん、最後のメール18時に来てんのよ。30分だけ。あ、そうなの。だからだってその落ちたメールは一斉に来てんだよ。17時25分それは思ってる。ということは一番最新のメールが18時に入ってきてんのよ。これは来たんじゃないですか。こんな今落ちましたけど、ちょっと今落ちましたけど
ねえ、可能性あるでしょ、うん、なんでこれ泣きそうじゃない。いくぞ、1、2、3、次だな、いくよ、ほらほら、ここだけ18、これだけ、ちょっと待って、1通だけ30分遅れで来てるんですよ。だってそうじゃない、だきっちり30分だよ、これ受かってんじゃないの。もうあげない、わー雷と一緒やった今、当選当選、横浜アリーナやったんや、横浜Kアリーナね、Kアリーナです。うわー当選しましたバオーン、すごい、しかもいいよいいよ、あいい、あーあーあーあああああ、ね、うん、あーそう、うん、多分一番グレードがいい席だったら4万超えてるはずだから3万円だから、だからまああれじゃないから A 指定席だ、だからその、うん、後ろの方だけどいいよね、うん、いけるだけね、うーわー宇和島出身じゃないけど、宇和島記憶だ、記憶だ、記憶だ、宇和出身ならよかった、あ取れてるかな、これまずそもそも、あ、いったね、いやおめでとうございます、ちょっと焦ったよね、焦ったよ、うわ、雷も祝ってくれてます、すごい、うーすごい雷、これはもうねえ、これは雷様が太鼓どんどん叩いてます、やば、まあ、日帰りだよ、でも日帰りだよ、やばえ、お仕事ちゃんと開けてくださいね、僕も頑張りますんで、頑張りますよ、やば、もう私は取れますよ、白石さんですよ、やば、忙しい、やばちょっとやけど落ちた分でかいね、落ちた、ね、落ちた分こう気分がグーンと落ちた分、途中で気づいたもんね、あれ30分楽あるなみたいな、確かにね、最終、そうそうそう、そこで俺ちょっと救われたのよ、まず俺だって1通目で諦めてたじゃん、そうよね、だからこれ1通だけじゃないですかっていうことでスクロールしてたら2通目があって、うんうん、3通目があって全部同時刻、うん、17時25分、うん、あれさ最初の時18時5分って書いてたら1通残ってるって期待を膨らましてからの当選プププププププでは、ここで突然なんですが、Z ちゃんの BE:FIRST、今んとこ、こう、今んとこよ、全部把握できてないから、まだ多分ね、好きな曲ベスト 3! 3位からお願いします。これ考えた、考えるとね、もう、どつぼはまりますから、第3位の方からお願いします。ドゥルル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 ルちょっと待ってドドドン絶対あこれ待ったとか言い出す、それはしょうがないのよ、それはしょうがない俺毎回変わるからね、パッと思い浮かんだ3曲、あの分かった、1、2、3は後で決めよう、とりあえず3曲言ってみよう、じゃあ3位、3位 BE:FREE、 BE:FREE 好きよね BE:FREE 好きよね、分かる分かる、まあ入ってそうよ、じゃあ第2位Be free 今すぐに、はい、To the first、 あ、To the first 好き、好き、でも迷ったんよ、それはもうね、ザストミンだからね、あ、そうですね、遅れてきたザストミン、うん、僕も遅れ気味ザストミン、はい遅れ気味なの、 To the first 俺もだってリアルタイムじゃないもん、あ、そっか、そうそうそう、 To the first、 うん、やるかもよ、あ、だからあの社長がやるかもしれない。そうか。そう。ビーファーストがやるかもしれない。そうよね。うん、誰が。そう。やる。みんなその。多分ね、絶対ボスはやると思う。前回やってますから。ってなる、いや、え、見たかったんよ。はいはい、行きましょう。じゃあ残すところ第1位、まさかのビーフリー、トゥーザファースト。まさかのじゃないよ。僕の第3位には入ってませんからね、この曲は。うんうんうん、じゃあ第1位はキックスター、キックスタートね、スタート、ごめん、うん、泣くもんね流れただけでね、うん、キックスタート入りました、キックスタート、やっぱライブ見んだね、ライブはライブで好きになりましたね、ね、俺こうビヨンスとか出会ってからだいぶ経ってからライブ行けたけど、うん、割と序盤でライブ行けたから、
そうやね、あの曲の素晴らしさ、しかもザストからすで、ザスト見た後すぐね、キックスタート、そうキックスタートをあの行きながら初め聞いたん、車でね、そう車で白石さんがもうこれ聞いといてと、泣くと、泣きましたよ車の中でね、まず号泣しちゃったね。でライブでも歌ってくれて、さらにこうアドリブみたいな感じだったんよ。それでね好きになりましたよもうはい今、うん、これ覚えておいてくださいね、うん、これまたね、あらこれねいい曲多いから変わっちゃうんだよね、変わっちゃうよ、だって今も急遽思いついた3曲がこの3曲やったよ、うんうん、じゃあ白石さん現状また3位言いますわ、はい、うん、第3位サルビア、ピンときてないけど、はい、ライブでやったよ、ライブでやった、ライブでやったか、ライブでやった、サルビアセットセール、あー、まあ、なんか聞いたことある、ディリリリリリリディリリ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 リ、うんうん、けどねやっぱねサルビアがもう来てるね、今サルビアが来てる、どんな曲やったっけ、ラララサルビアのような夜の燃えの運動が濡れたよ、ちょっと本気を聞いて、サルビアのような夜の燃えが濡れたよ、ちょっと本気を聞いてください別にピッチ間違ってないからな、あ、分かった、歌詞をうろ覚えだから失礼だろ、変に、そうなんよ、うん、でも歌詞覚えれないとかだ、そうそうね、ムンムンムンっていくから、でも毎回ね、毎回ちょっと白石さんの先に歌うと先入観で違う曲になってしまうは、え、もっとプロだし別に、そうですね、うん、そうです、はい、というわけで興奮冷めやらない中、はい、あ、当選しました、ちょっとがっくりきた分、よかったね、はい、V 字開脚、開脚、はい、開脚しちゃった、開脚しちゃったV 字回復、わかんないあー、そうね、そうね、そんな感じ、訂正して、訂正もわかんない、いや、わかんないんだもん、 V 字回引きわかんない、まあまあまあちょっとがくってきた分喜びがひとしおでした、うん、はい、というわけで、当日うん、僕たちのことを見かけましたら、うん、あのこそっとあの言ってや、ういってやってくれたら僕ういってやりますんで、あ、はい、あのこそこそとやらせてもらいますんで、うん、今年もよろしく、え BMSG フェスでもよろしくお願いいたします、はい、本日は BMSG フェス2024当落発表どうだったのの回でございました、はい、結果はお楽しみに、お楽しみに、今言ったのにはい、失礼します